はい、こんばんはです。さて、久しぶりにちょっと一周回ってみようかなと思ってます。今度のね、28日日曜日、もうあさってなの？明日、しあさってかな。今日は金、土、日、金、土、そうですね。久しぶりですね。110、何回になるの？113回目、クラブマッチをね、ここでね、やるんですよ。今年初めてですね。で、まあちょっと、まさらですけど、練習がてら、一周回ってみたいと思います。で、シルエットからやるんでね、今日シルエットから打ちます。では、重厚カバー外して、サイティング練習で。最初にやるターゲットに足して、一回踏み立ててですね。よいしょ。行ってみましょうか、早速。では、シルエットスタンディング競技ね、スタンバイ、レディーゴー。私は8メートルから狙っていきますよ。あ、6メートルが横向いてんじゃん。何そうかな。あら、もう6メートルまでたどり着かないんでね、とりあえず。もう一度8メートル。続いて9メートル狙います。さあ10メートル。やったな。もう一度10メートル狙います。5発目。惜しい、ちょっとした。はい、終了。これ球数とか分からなくなったらジャッジの人いけますからね。9点でしたね。もう1枚しなかったけど、しょうがない。続いてプロになりますが、片付けとかなきゃダメだな。このままいっちゃうか。なんかまたちょっと寒くなりましたね。非常に。はい、では続いてプローンに参りたいと思います。よいしょ、一回止めます。じゃあ行きましょうか、プローン競技。よいしょ。じゃあ重厚カバー外して、プローンの時はね、一回サイティング練習できますね。右手大丈夫だな、もう。いやー、目がまた悪くなってる。今日ここでね、今年ここでプローン打つの初めてですよ。行ってみましょう。スタンバイ、レディーゴー。あれ、よし。当たったか。よし、10メートル当たった。で、9メートル。うわー、目悪くなってんな。と、よく見えないけど、これかな？当たってないよね、どうもね。もう一度9メートル。右に外れた。ちょっと横向いてるっぽいな、あれ。
4発目気のせい。よく見てんなあれ。はい、5発目。あーまあこの9メートル狙いましょう。ブツ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 。あーかすったんだけどな。はい、終わりました。いやー懐かしい。またやっちゃったな。9の4、14点。ん?じゃない、13点か。4、5、9の4、13点スタートでございます。さあ、気を取り直して、次、ブルーズアイ行きたいと思います。はい、では、ブルーズアイ行きましょう。いやー、13点か。岡崎がね、俺120点ぐらいだったんだよね。ブルーズアイ悪かったからな。さあこれでちょっと盛り返していきましょう。じゃあ早速言いますね。重厚カバーを外してスライディング練習これでいきます。よいしょ。終わりましたらスタンバイしてですね、セーフティーを解除してコッキングして45度以下にしとくってことですね。じゃあ早速いきましょうか。ブルーズアイ大シャーゲットスタンバイレディーゴー。いや下見たな。焦っちゃった。5発打ち終わりました。ちょっと見ていきます。試合だとジャッジのマナーも作るんですよね。30秒前で上出来ですな、これ。実はね、ちょっとね、ちょっと不調気味なんですよ。毎回言ってる気がするけど、まあ点数はねそこまで良くない。40多分4か6よし4か6ですけど、まあまあ自分の中でまあまあいいんだよね。では第2ターゲットいきましょう。重厚カバーとします。そしてスタンバイして、ブルーズアイはねサイティング練習できるの最初だけなんでね、2回目はそのままいきます。じゃあ行きましょう。スタンバイ、レディーゴー。何人来てくれるのか分かんないけど、ちょっと日曜日楽しみですね。久しぶりにねここで試合できるんで、
はい、5発終わりました。5点がない気がするよ。5点がない気がする。ああ、5点ないよ。こんな感じでしたよ。 92?92 ですね、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 おー、92、危ないのあったけど5点がないの素晴らしい。いやー、だいぶ戻ってきたぞ、これ。さあ、最後プレートいってみましょうか。はい、では最後プレートですね。よし、行こう。プレート、もう久しぶりですよね、これ打つの。そうでもないんだっけ。間違えた。皆さんよかったらね、これこの音に合わせて一緒に、ね、練習してみましょうね。下段クルーしたかったっすね。
8枚。プレートスタンバイレディー。9枚。最後開けたいね。開けちゃいって思うかもよくないんだよね。でもね、プレートスタンバイレディー。はい、わかりました。待ってたらセーフティーを入れて重厚化をしてください。さあ、プレート10枚でしたね。まあどうでしょうか。久しぶりに回ってみた点数としては、ちょっとこっちのホワイトボードに書いてみたんですけど、いいんじゃないのかな。ちょうどこれ、これね、左手出てた時でしょ。これ字がね、今もあんま変わんねえけど、左手で書いてたのこれね。なんか懐かしいな。もう40、1枚4点ですからね、プレートね。10枚当たったんで40点。ということで145だ。145の 2X。 はい、という感じでした。試合ね、日曜日ね、まあ現状だと150点ぐらいだと思うんだよね、多分ね、行ってね。まあでもちょっとそんぐらい目指して頑張りたいですね。ということで、一応日曜日ね、ブルザイマッチもやろうかと思ってます。一応午後1時からここに集まってもらって、まあ12時ぐらいから、12時、11時から入れますけどね。このずらーっと並んで、ついに112回やってます。ですんで、今度113回目ってことになりますね。はい。ということで、ちょっと久しぶりに APS カップ一周回ってみました。一応金曜日土曜日もね、ここ無料開放してますんで、よかったらうちに来てくださいね。明日ちょっと夜打てないんだよな。はい、ということで、ちょっと久しぶりに APS カップ一周回ってみました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。では失礼します。